こんにちは、大チャンネルです。今日は DD タープで A フレームをフルクローズで貼ります。 A フレームを普通に貼ると隙間が空きます。特に出入り口は工夫しないと大きく空いてしまいます。そこでロープワークをうまく使って隙間なくきれいに貼る方法を解説します。はい、それでは始めます。今日使用するタープなんですけども、はい、こちらのですね、DD タープの 4×4m、はい、こちらを使っていきます。はい、それでは始めます。今ですね、四方に仮止めのペグを打ってあります。こちらを前、向こう側を後ろとしてやりたいと思います。はい、それではまずですね、ペグを打っていくんですけども、この角から2つ目のループですね、はい、こちらをですね、軽く打っておきます。そしたら仮止めのペグが抜きます。はい、次に同じようにですね、角から2つ目のループに、軽くですねペグを打ちます。はい、そしたら角の仮止めのペグは抜きます。はい、次に後ろ側ですね、後ろ側も同じようにですね、角から2つ目にペグを打って角の仮止めのペグは抜きます。はい、ここも同じようにですね、はい、これを抜きます。はい、そしたらですね、次にこの角のループをですね、今打ったペグにそれぞれかけます。このようにちょっと折り返してですねかけます。はい、はい、そしたらですね、次にこのサイドのペグをですね打ちます。はい、今このようにですね、端端が引っ張られてますので、この通りにですねペグを打っていきます。はい、まずはこちらですね、端から2つ目のループにペグを打ちます。はい、ちょっとしっかりですね打ちます。はい、こちらもですね、端から2つ目にペグダウンします。はい、それでは反対側ですね、はい、こちらも、この通りにですね、打つんですけども、はい、こちらはですね仮止めにしておきます。まだですね、位置をちょっと微調整する可能性があるので、こちらはですね軽く打っておきます。はい、そしたらですね、この先ほど打ったペグはですね抜きます。はい、それではですね、次にですね、前と後ろの入り口のですね、ペグを打っていきます。はい、はい、一回このようにですね、頂点の部分を持ち上げておきます。はい、そしてこの角のループですね、こちらにペグを打つんですけども、ここが一直線になるようにですねペグを打ちます。はい、こんな感じですかね。そして後から外せるようにこんな感じで打ちます。で、次にこっちなんですけども、はい、これだともう全然隙間が空いちゃうので、先ほど仮止めにしていたペグをですね一回抜きます。はい、そしてこうですね、少しですね重なるように、はい、
ペグを打ちます。はい、そしたらこのペグを打ち直します。はい、後ろ側もですね一回頂点を持ち上げます。はい、こちらもですね、はい、折り返して、はい、でこれをちょっとあてがってみて、はい、やっぱりこっちも隙間が空きますので、これは抜きます。はい、そして重なりを取ってですねこのように打ちます。はい、そしてこれをですね打ち直します。はい、そしたらですね今度はポールを準備するんですが、こちらのポールですね、2.2 メートルぐらいのポールを2本使えます。それでまずですねこのポールにですねちょっと印をするんですけども、はい、この地面からですねこのテントになる頂点の部分ですね、はい、こちらの長さをですねこのポールに印をします。はい、同じようにですね、はい、こちらも印をしておきます。はい、それではポールを立てます。まずですねロープを用意します。はい、ロープを半分に折ります。はい、そしたらですねここ真ん中ですね、はい、こちらにですね巻き結びを作ります。そしてポールの先端に結びます。はい、巻き結びはまず輪っかを作ります。そしてもう一回輪っかを作って手前にある輪っかを奥に持っていきます。そして対象物にかけてロープを引っ張ります。それで次にですねこの頂点のループですね、こちらを、はい、このようにポール全体にかけてですね、はい、それでこの先ほどつけたテープですね、はい、こちらに高さが合うように、ここでですね巻き結びを作ります。はい、はい、そしたらですねポールを立てます。でロープを張っていきます。でペグをですね打ちます。でトラッカーズヒッチを作ります。オートロック式のトラッカーズヒッチですね、はい、このようにロープを張ります。トラッカーズヒッチはまず本線を手前にひねります。そしてもう一回ひねって本線を輪っかの中にこのように入れて引っ張ります。で次にロープを支点にかけてできた輪っかの中に末端を通します。そして引っ張ってテンションをかけて緩まないようにここを押さえながらロープを本線にこのように一結びの引き解けで止めます。このようにテンションがかけられます。ほどくときは
この末端を引っ張れば簡単に解くことができます。次にですね、オートロック式なんですけれども、はい、このようにトラッカーズヒッチを作って、ここにですね、もう一周このように巻きつけて、これを引っ張れます。そうするとですね、引っ張るだけでですね、ここがロックされます。緩めたいときはこちらに引っ張れば簡単に緩みます。これはですね、端末が短いときに便利な結び方です。はい、こちらもですね、はい、そしたら反対側ですね、はい、こちらもロープを準備して、はい、これでですね、大雑把な形になったんで、ロープのテンションをですね、調整していきます。はい、それでは今度はですね、この横をですね、広げていきたいと思います。で、まずロープを用意して、はい、このループにですね、ハイウェイマンズヒッチで結びます。ハイウェイマンズヒッチは、まずですね、ロープを、このように折って、支点にこのようにかけます。本線をこの輪っかの中に折って入れて、先端を引っ張ります。次に先端側を折って、この輪っかの中に入れて、本線を引っ張ります。はい、これがハイウェイマンズヒッチです。ほどくときはこのように簡単にほどけます。はい、そしてこのように広げるんですけども、巻き結びですね、はい、巻き結びを作って、このようにですね、ポールに結んで、この辺りにですね、ペグを打ちます。はい、そしたらファリモンドフリクションヒッチを作って、はい、テンションをかけます。ファリモンドフリクションヒッチは、はい、まずですね、支点にこのようにロープをかけます。はい、そしてですね、こちらが本線になるんですけども、ロープをですね、向こう側に1回ひねります。そして本線の上にこの輪っかを乗せて1回巻きつけます。次にもう1回巻きつけて、このロープをですね、折って、この輪っかの中に入れます。そしてこの結び目をずらしてテンションをかけます。このようにですね、4本ロープが
綺麗に並んでいる状態になります。ファリモンドフリクションヒッチは結び目以外のところに力がかかっても緩みません。末端を引っ張れば簡単にほどくことができます。反対側も同じようにですね。マンツヒッチを作って巻き結びを作ってポールに結んで、はい、そしてファリモンドフリクションヒッチを作って感じですね。両サイドを引っ張るとこのような形になります。はい、それではですね、今度は、中からクローズにしていきたいと思います。でこのロープの余りでですね、はい、やっていきたいと思います。でまずですね、ロープの先端を、はい、この扉のループにですね結びます。はい、こんな感じになります。はい、そしてこのペグにロープをかけておいて、まあ、余ったロープをですね、はい、中に入れておきます。はい、で反対側もですね、この余りを利用して、はい、これはですね、ちょっとここのループまず外しちゃいます。はい、そしてこのようにハイウェイマンズヒッチで結んで、はい、これもこのペグにかけて、はい、この余ったロープを中に入れます。はい、はい、そしたら中に入ります。ちょっとやりづらいんで一回これ外します。でですね、こちらの外側になる方のループをペグに戻します。はい、そして次に、はい、中にあるこのループをペグに戻します。そしたら、まあ、どっちでもいいんですけども、中からいきますね。中の方はですね、まずこのように引っ張ってファリモンドフリクションヒッチを作って、テンションをかけます。はい、で次外ですね、外側のやつも、はい、こちらロープを引っ張って、はい、このペグにかけてですね、はい、ファリモンドフリクションヒッチで結びます。はい、こんな感じですね。反対側も同じようにします。これで完成です。ペグの打ち方やロープワークを工夫して隙間をなくすことができました。これでプライバシーの確保ができました。はい、それでは外に出てみたいと思います。
ロープをほどいてですね、ループを外します。はい、はい、今回は以上となります。ロープワークをうまく使って A フレームのフルクローズを隙間なくきれいに貼る方法を解説しました。この動画が役に立った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。